はい、どうもこんにちは、山本天音です。8月です。ちょっとね、特別企画考えてまいりました。はい、それはですね、モネちゃんうるさいな。モネちゃん出すか。8月特別企画です。はい、なんとですね、これ、わかりますか。はい、キャンバス5枚ですね、5枚用意しました。で、何をするかというと、ちょっとスケジュール見ます。ライブ配信をしながらですね、絵を描いていこうかなって思ってます。だからこれね、キャンバスサムホールのものなんですけども、5枚用意してあります。で、8月12日から山の日ですね。山の日、ん？山の日やんの？山の日の休、ん？振り替えか。山の日の振り替えの日からですね、16日までライブ配信毎日しようと思ってます。5日間ですね、5日間毎日ライブ配信で毎日ね、書くっていう企画をね、しようと思ってます。で、ですね、時間が12日、これは朝の10時からで、13日、これも朝の10時からで、14日も朝の10時からで、15日も朝の10時からで、最終日だけ夜の21時からっていう感じでやろうと思ってます。はいね、はい、そんな感じでね、しようと思ってます。何書くかはね、ちょっとまだ決めてないんですけども、まあ、果物とか簡単なモチーフになるかなっていうふうに思います。はい、なので毎日ね、楽しみにしててください。5日間ですけどね。ほんまはね、30日間やろうかなとかちょっと考えたんですけど、さすがに思いついたんが4月後半のもうギリギリやったんで、ちょっと厳しいなっていう感じだったんで。で、あと、これね、書いたやつ、すぐもうね、買えるような感じにしようかなと思ってます。なので、ネットショップに出すか、ホームページに載せるか、ちょっとそれはわかんないんですけど、購入していただける、もしね、気に入ったものがあれば購入していただけるみたいな感じにしようかなっていう風に思ってます。はい、ちょっとね、夏休みっていうより、まあ、お盆の特別企画っていう感じで、まあ、夏休み特別企画っていう感じで楽しんでいただけると幸いです。はい、今回の動画はまあ、お知らせだけなんですけど、なので、来週金曜日だから、その時は通常動画はもしかしたら来週は上がらないかもしれないですね。で、その次から通常動画みたいな感じでやりたいと思います。はい、っていう感じで、ね、その企画いいなと思った人はチャンネル登録とね、高評価コメントよろしくお願いします。はい、モネちゃんはどうですか、今回の企画。ちょっと警戒モードに入ってるみたいです。はい。っていう感じでね。はい。ぜひね、ちょっと夏休み、ね、もう暑いんで、外にね、出てね、ちょっとね、熱中症になっても困るんで、皆さんね、家で楽しく、できるか、何かこうね、考えたわけです。はい。っていう感じで、夏休み熱中症気をつけて一緒に乗り越えましょう。はい。それではまたお会いしましょう。さよなら。今日はお知らせだけです。